こんにちは、ハッピーです。今回の動画は5機のギガウィングから構成される重空合体デラックスギガフェニックスを選んだ。はい、てなわけで今回は重空合体ギガフェニックスデラックス超合金、星獣戦隊ギンガマンにて途中から参加する2体のサポートロボのうちの1体です。元は星獣だったんだけれども、バルバンに滅ぼされた星で、なおかつ闇の商人ビズネラにこのような姿にされてしまったという星獣です。心を取り戻してからはギンガマンたちの心強い仲間として活躍してます。まずはギガウィング1、ロボ形態時には胸と両腕、そして頭部になります。5機ともに車輪、ランディングギアはついてません。両サイドの大型のブースターが特徴です。大型ですのでスピードは5機中4番目の速さです。コックピットなども造形されてますけれども、劇中で誰かが乗るといったことはないです。無人機です。こちらはギガウィング2、ロボ形態では胸と背中になります。飛行スピードは5機中3番目に速い機体となります。結構空気抵抗が少なそうなんですけれどもね、やっぱり出力が弱いんでしょうか。まあ形状からするとホバーに優れてそうですね。3つ目はギガウィング3、こちらの機体は大型のノズルが備わった機体となっています。着陸脚も装備されています。後ろから見るとヘルメットが丸見え。この色のねプラスチックは怖かったんですけれども、ちょっとねコックピットが固まってたので再度この部分だけ取り直してます。こちらがギガウィング4、5機の中で最速のマッハ 3.5、 ロボ形態時には右足となります。空気抵抗が少なくてもう勢いよく飛んでいくんでしょうね。後ろには噴射口、ノズルがあります。そしてこちら5台目がギガウィング5、スピードは2番目に速いです。個別の性能はそれぞれ違うんですけれどもね、大体が5機並んで飛んでます。はい、それでは5機のギガウィングで重空合体していきます。まずはギガウィング1、このパーツはロックになってますので、下の方がボタンになってます。これを押すとロック解除されるので、押しながらブースターを引き抜くと腕が出てきますので、反対にして差し込みます。反対側も同様にボタンを押してロック解除して、ひっくり返して差し直します。そしてこの腕を180度回転させます。下に下げます。 1,2,3,4、 このクリックがすごく心地いいです。続いてコックピットを押すと頭部が出てきますので、これで合体準備の完了です。続いてギガウィング2、両サイドの翼を折りたたみます。そして中央の黒い翼、ここですね、左右に割って展開します。これが胸部分となります。そして前後引っ張ると分離しますので、それぞれ90度折りたたむと背中と胸パーツになります。これが合体準備完了です。続いて3つ目のギガウィング3ですけれども、後ろにあるヘルメットパーツを引き抜いて取り外します。そしてグレーのもも部分のパーツを後ろのヒンジを軸に180度展開します。展開するとスライドスイッチが出てきますので、ここを押し込むとコックピットが格納します。両サイドの翼を押し込んで縮めます。着陸脚を畳みます。右足になるギガウィング4はまず翼を折りたたみます。続いて黒いコックピット部分引っ張ります。そうするとロックが外れますので、この状態で90度曲げて押し込みます。これで足の完成です。左足のギガウィング5も同様に翼を折りたたみます。そして黒いコックピット部分を引っ張るとロック解除しますので、90度に曲げて押し込みます。そしてギガウィング1と2を上からかぶせて背中を止めて胸を止めます。内側を見てみると、こことここのジョイント合わせてパチンというまで止めます。裏を見てみると、裏も同様にしっかりと止まる箇所がありますので、パチンというまで止めます。ももの部分を外側に若干開きます。で、先に腰と足部分を合体させます。4号機と5号機を合体。劇中だと空中飛びながらこんなスタイルで、足は自転車漕いでるような動きをしてますよね。それで合体してます。
で合体は上側下側のジョイントを合わせてガチッとしっかりと合体させます。そしてヘルメットパーツ、こちらは真正面からかぶせます。後ろから見るとロボの頭部と同じ形になってますので、しっかりとここの形に合わせて前からスライド、しっかりと奥までググッとかぶせたら完成です。そして右手には専用の武器、ギガニックブーメランを装備させます。この武器は軟質パーツです。はい、以上で完成、獣空合体ギガフェニックスです。山のフェニックス星出身の元星獣です。素早い動きと空中戦でバルバンを翻弄してました。ライノスとは対照的に非常にスマートな体型です。さらにはね、ブースターナックル、ここのボタンを押すことによって発射します。そうで、ブースターナックルなんですけれども、キューブゴリラの動画かな、ちょっとロケットパンチについてお話ししたんですけれども、考えてみたらね、ギガフェニックスもそうだったんですよね。もうすっかりド忘れ、すいません訂正します。スーパーギャラクシーメガも飛ぶし、であとはね、電動ではあるものの、スプリングが使われて飛ぶっていうので V レックスロボ、もろもろすいません合わせて訂正します。1号ロボ2号ロボを基準にちょっと思い返してみて、結構やっぱり抜けがあったんで本当にすいません。このギガフェニックスに関しては腕丸ごと飛んでいくので、ロケットパンチとは呼べないのかなとも思いつつも、まあブースターナックルって名称があるのでね、拳が飛んでいくということで、これもロケットパンチの部類なのかなと思います。でこの足部分なんですけれども、しまい方がちょっと特殊なんですよね。まあ、今1個やっちゃったんですけれども、ギガウィング5、これでやってみましょう。引っ張って90度倒して、そのまま押し込んじゃうとダメなんですよね。この青いパーツが浮いたままになっちゃうので、戻す際は青いパーツをちょっと軽く押しながら押し込む、そんな機構であります。でまあ、この動画含めて銀河マン関係はちょっとね、何回かに分けてかなり時間かけて撮影はしてたんですよ。でこのギガウィング3のここですね、すごい固まってて、もう全く稼働してなかったんで、ちょっとね一回緩めたりバラしたりしていろいろ調整してます。で何よりもやっぱり怖いのがこの青のプラスチック、個人的にはね、所持してた玩具でこの色のプラスチックでかなり割れてたので、かなり慎重に、撮影時は夏なんですけれどもね、ドライヤーで温めてからやってます。ここの回転は何か意味あるのかなともちょっと思ってみたり、やっぱりしばらくぶりに引っ張り出すとあちこちがもう硬くなってて、触るのも怖かったので、樹脂用のスプレーをね、軽くプシュッと吹いて、動きを滑らかにしたりしてます。あ、ライノスは箱から出してすごい何度も何度も遊んでたんですけど、フェニックスに限ってはもう 1,2 回遊んでそのまま封印してた感じなので、まあ、状態は、なかなかいい感じで残ってます。ただこの色の劣化が怖いので、やっぱり箱から出して飾っとくっていうのは怖くてできないですね。まあとあるおもちゃ屋さんの人が言ってたんですけどね、基本的にボーイズトイ系っていうのは1年間持てばいいような、そんな感覚でメーカーはおもちゃ作ってるみたいですね。そう、番組放映時だけ遊べればっていう基準みたいです。そうで、このブースターのここにスプリングが入っているので、反対に取り付けた際の飛ぶような機構になってます。そうで、話がね前後して申し訳ないんですけれども、ボーイズトイ系の玩具、まあ色の劣化、プラの劣化しないような技術はもうすでにあるそうなんですよね。ただそれをやってしまうとめちゃくちゃコストがかかって、販売価格もドカッと跳ね上がってしまうそうです。まあ、そもそも保存を考えて玩具を作ってるってわけではないので、いつかは壊れるもの、そして1年ごとに番組が切り替わるので、まあ、1年間持てばっていうベース、そんな感覚みたいですね。はい、そしてこちらがね、パッケージの裏側、獣空合体ギガフェニックス。まあ、銀河マンシリーズはね、他の動画でも言ってるんですけども、何々合体っていうところをね、大々的に書かれてます。ついをなすこちらのギガライノス。その他順次銀河マン系のね動画も更新していく予定ですので、ぜひお時間があればよろしくお願いいたします。以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。